続いては5回目の出場となります。北海道札幌市からお越しいただきました宇賀竜の皆様です。今年で結成12周年を迎えます。踊りを通じて殻を破るを理念とし、よさこいの固定概念を打ち破ります。一つ一つの川の流れから集まり、一つの大河となった私たちの演舞を心ゆくまでお楽しみください。それではお願いします。会場の皆様こんにちは。北海道札幌市より参りました我流と申します。私たちがこれから披露しますのは黒と白の織りなすあうんの呼吸、始まりから終わりまでどうぞお楽しみください。相反するものがまるで一つの生き物のように呼吸する、それが世界。あは高らかに始まりを叫び、運は静かに終わりを告げる。あなたには何が見えますか？何が見えますか？
だ。うん、お客様に礼。ありがとうございました。我流の皆さんでした。